人の不祥事とかっていうのはあんまりネタにするのも良くないのかなとかって思っちゃうんですけど でも なんか人の転落っていうのはどうしても、なんでしょうね、自分が今そこまで100%幸せじゃないっていうことからの、こう、なんでしょうね、妬みだったりとか、そういう気持ちがやっぱり少なからずあるんでしょうね。今でも妻を愛してます、渡辺謙が独占国家。この表情ですよ、この表情。いい表情をしますね。週刊文春の取材に応じたということで。取材に同席した所属事務所、人力車の玉川、何ですかね、マサルさんですかね、社長が振り返る。思い起こせば独身時代はとにかく独身をとことん謳歌しなくてはならないと、しなくてはと思い、好き勝手過ごしていました。妻と知り合ってから安全な遊び方を知り、安全な遊び方とは 何でしょうか。そこから抜け出せなかった。何でしょう、これは。安全な遊び方。彼女たちに対しては今、気持ちのないまま接していたし、気持ちの上で浮ついたことはありませんでした。僕は今でも妻を愛しています。ああ、そういう方向性に持っていくやつですね。佐々木の反応について任した。今まで浮気が妻にバレたこと一度もありませんでした。記事を見て妻は失望していましたね。それはそう。怒りもあるし、呆れもあるし。仕事も増え、自分の描いたビジョン通りで物事が進んでいたことが慢心を生んでしまった。ということで、4ページにわたって、明日発売ですか、週刊文春ね。ちょっと興味深い内容ですね、これは。すごい。佐々木希の叱責。あなたは舐めている。何を舐めたんでしょうか。さあ、私個人的にはこれが気になるんですけどね。五分五分の件ですよね、これね。なんかちょっと話題になったんですけど、五分五分っていう関西ローカルの番組があって、関西の方見てらっしゃいますでしょうか。ちょっといればコメントでも、まあなんか配信の時にでも言っていただいてもいいですし、ここのコメントにいただいてもいいですけど、五分五分めっちゃ好きなんです。最近見てなかったんですけど、で、まあ見れないんですけど、TVer でね、こっちでも見れるんで、で、肉離れ事件ね、なんかそう、これ、もうめっちゃ面白かった。まだ東野さんとやってた時ね、東野の T シャツを鴨川に放り投げ落としたところで、肉離れを起こしたっていう、出る これは面白かったですよね。でもそこからその肉離れ事件が毎ね、たびたびネタにされてっていう。いや、ほんと面白い。ちょっとこれ、まあ多分 TVer で今日から見れると思うんで、もしご興味ある方見てください。先週は多分なんかコロッケを振り返る。なんかその、なんだっけ、中村屋っていうところの、これも多分このチャンネルで何回か話題にしてましたけど、中村屋っていうところのコロッケがめっちゃうまいんだって話。私も食べに来ました、そのコロッケ。そう、五分五分でなんか食べて、美味しいって言ったやつは結構ね、食べに行ってます、私は。宝塚駅前の、フルーツサンドとか それも食べに行きました。っていう。まあ、私まだ見てないので まあ、再放送ですよね、多分ね。ちょっともう一回見たいなと思うんで、後で見たいと思います。ということで、見ていきましょうかね。6月24日水曜日、日経平均株価から見てまいりましょう。日経平均株価、今日は14円73銭安、22,534円32銭、0.07%の下落となりました。重たいですね。やっぱり22,500円台入ってくると、ちょっと動きが鈍くなるというところありますね。5分足ご覧いただきましょう。今日プラスの場面もあったんですが、まあ、徐々に上げ幅縮小してマイナスへみたいな感じかな。ですね、5番は特に弱かった印象でしたね。致し方ありません。トピックスが6.64ポイントや1580.50、0.42%の下落。
JPX400 は 0.34% のマイナスでした。2部指数プラスです。60.95 ポイント高、6672.85、0.92% のプラス。またね、直近高値抜けてきてっていう感じですね。ジャスダック平均3円46銭高、3511円85銭、0.1% 上昇。1,2,3,4,5,6 7日続伸ですね。まあ、ジャスダックね。マザーズ指数が9ポイント高、1060.32、0.86% 上昇反発です。リート指数続伸、3日続伸かな。0.88% の上昇でした。ハンセン指数今日はマイナスです。0.48% のマイナスで。上海総合指数は、プラス 0.3% のプラスでした。為替106円50銭台まで一応戻ってきておりますが、どうなのでしょうか。はい。ということで、個別の銘柄見ていきましょう。225銘柄からね、いきましょう。今日225銘柄、値上がり銘柄数が59、変わらずが3、値下がりが163ということでありまして、まあ3倍近く値下がり銘柄が多かったんですが、指数としてはそんなにっていうね、珍しいパターンでした。値上がりリストップ、今日 M3、特段材料がないっていうことが多いんだと思うんですけどね、ここ今日とかは M3、まあ、ないですよね。130円だから4635円、 2.89% 上昇。2位が鈴木も特にないと思うんですけど、特段聞いておりません。81円だから3819円、 2.17% の上昇。3位、富士電機充電、富士電機52円だから2908円、 1.82% の上昇。続いて大日本住友製薬、25円だから1515円、 1.68% 上昇。これかな、この辺は多少あるのかな。4日続伸、一時27円だから、24日の取引開始前、アメリカの連結子会社マイオバントサイエンシズが、現地23日、開発中の1日1回経口投与であるレルゴリクスの併用療法の、子宮内膜症に伴う痛みを対象とした2本目のフェーズ3試験であるスピリット1試験で良好な結果を得たと発表したということであります。だそうです。続いて GS 岩佐。GS 予算32円だから1947円、 1.67% 上昇。まあ、トヨタのね、プリウスですかに採用されたというところから続伸。あとオリンパス、オムロン、富士通、ファミマ、丸井と続いております。丸やっぱりしっかりしてるな。で、下落率上位、今日は新生銀行トップでした。52円安、1339円、 3.74% の下落。銀行が特段弱いってこともないんですけどね、なんか売られましたね、よくわかります。で、2位が話題の電通、95円安、2695円、 3.4% の下落です。電通については今日日中の配信でいろいろ話したので、まあ、詳しくはそちらご覧ください。川崎重工、58円安、1652円、 3.39% の下落。続いて三菱自動車、10円安292円、 3.3% 下落。なかなか戻せないですね、三菱自動車ね。あと小生三井、67円安、1963円、 3.3% の下落でした。以下マツダ、住友化学、太平洋金属、リコー、川崎汽船と、そんな感じで続いております。では材料のあった銘柄、小型も含めて見ていきましょう。あまり関係ないです。日鉄がなんだ、日鉄の株をトヨタが放出したとかありましたよね。政策保有目的はもうやめるみたいな話でね、夕方かな、出てましたけど。マイナンバーカード関連、ね、これも昨日の夜中の配信と、昨日の夜中に配信してたんですけど、ね、フライトホールディングスが、急騰した、まあ、今日ストップ高ですねみたいな話をしてましたけど、まあ、それにつられてマイナンバーカード関連みたいなところがちらほら動いてます。日本通信、13円高179円、 7.8% 上昇とかね。ここ結局良かった元宝が、
マイナスからスタートして結局大幅高で終わりました。179円高、2083円、9.4% 上昇。なんだかよくわかんないですね。まあ、第一クォーター、増収増益ということで、普通に単純に交換されました。はい。あとは、桜インターネット電子契約プラットフォームベータを提供開始したという発表がありました。結構マイナスになっちゃったんですけど、3円安645円 0.46% 下落、マイナスになっちゃったんですけどね。今日動き行ってました。島村360円だから7902円、 4.76% 上昇。6月の月次売上高、既存という売上高急回復ということで買われております。小売りながらね、さっきの丸井とかもそうでしたけど、小売の一角結構買われてますね。東京ベースとかそういうのも上がってます。医療品とかね、そういうのが結構今日買われてます。パッと見ましょうか。アダストリア54円高1786円、 3.1% 上昇。ユナイテッドアローズ81円高1860円、 4.5% 上昇。そんな感じですかね。あとは、岡村、テレワークが推進されることによってオフィス家具の需要が減少するんじゃないかみたいな懸念。24円安760円、 3% の下落です。ディズニーランド4月1日ディズニーリゾートか、再開となりましたが、まあ、知ったらしまい、まあ、出尽くしですかね。オリエンタルランド355円安、 15,105円、 2.3% 下落。逆に下落になるっていうね、そういうパターン。 FDK、 これ電池関連1日遅れて材料来ましたけど、全固体電池の年内量産開始を発表しました。 FDK 150円高855円、 21.28% 上昇。昨日だからね、CSS の動きを見て、いや次は全固体電池だと思って FDK 来た方はラッキーでしたね。 GMO ペポバ、カラーミーショップの流通額の増加、今日ストップ高ですね。700円高3710円、 23.26% 上昇。ひえ。ポート、第一クォーターの新規顧客契約数などの大幅伸長を、材料視したということで、300円ストップ高1306円、 29.8% 上昇。サイバーセキュリティクラウド、今日大幅安でしたね。115,500株の立ち上がり分配を実施ということで、需給悪化懸念で売られております。新規上場銘柄3つありましたが、ほとんど値段つかなかったですね今日ね。なのでもういいです。JTEC コーポレーション、中小企業庁が公募した令和2年度の戦略的基盤技術高度化支援事業に大阪大学との共同研究として申請して採択されたという発表がありました。276円高、2900円、 10.5% 上昇。あと場中の材料もう日中見ましたね。Ioデータ機器、医療業界向けの ICT 機器の開発に本格参入するという発表がありまして、253円高、1262円、 25% 上昇。立川ブラインド、防炎性能付き、もう燃えにくいとですね、飛沫防止スクリーンの発売を、が発表されまして、今日13円高、 1361% 上昇という形でした。はい、ということで以上デイリーマーケット情報のコーナーでした。